はいどうも、はいどうも、コンプライアンスの佐藤太一です。経験です。来たる3月11日やね。あ、間違えた、3ちゃうか、13ですわ。13、3月13日、うん、日比谷の、野外小音楽堂にて、はい、ソラリズム、2days のうちの2日目ですね。そうです。あ、そうなんです。あれ、この日は誰がいるんだっけ。和津さん、和津さんいるんだ。和津井くんとか、和津井くんとかいるんだ、はいはいはい、そうだそうだ。なんか最後になんか一緒にやるみたいな話もこの間なってましたね。なってますね、はい、なんかやるかもしれないですね。3月はもう多分暖かくなって気持ちいい天気だと思うんで、その頃には外で多分遊べると思うし、ぜひなんかもお待ちしております。お待ちしております。お願いします。